はい、ご視聴ありがとうございます。明けガラス早歎異抄講話朗読その5第3章学問以上の信仰第4項途中から。道友諸君、どうか初めの間は無意味でもよろしいですから念仏を唱えてくださいませぬか。念仏が唱えられぬようでは信仰を得ることもなかなか難しいことと思われます。はじめは嫌々ながら唱えた念仏でもついには仏の力でもう捨てられぬ大なる慰めを得るようになります。これは私の経験したことであります。どうか師匠君、私と共に念仏を唱えてください。法然上人と共に、親鸞上人と共に南無阿弥陀仏を唱えてください。風情の力をかほらむつば、いずれの時にかシャバを遺伝、仏音深く思いつつ常に弥陀を念ずべし。和山明治36年12月後。第5項理由なき信仰。念仏はまことに浄土に生まるる種にてやハンベルラン、また地獄におつべき業にてやハンベルラン、そぼちてもて存知せざるなり。1、親鸞においては念仏して浄土に生まれることぞとの法然上人の仰せを信ずるほかに別の司祭はない、理屈もない、小言もない、ただ無知と信ずる一つである。身も命も根性も未来も共に南無阿弥陀仏の御親の計らいに託するよりほか仕方がない。こういうのが前段の意である。そこで私どもの方から言うと、ちと親鸞上人に受けたまわりたいことがある。親鸞上人、あなたは念仏に助けられることと信ぜられまして、念仏に心身の生命を託すると仰せられますが、大体念仏にはどうしてそんな偉い利益があるのですか。私どもは信仰は求めないでもありませんが、どうも念仏ばかりで浄土へ行かれるという道理が分かりかねます。あなたが信じなさるくらいだから、きっと念仏は浄土へ参られる種であるという理由を知っておいでになってあるに違いない。どうかその理由を私どもにお漏らしが願いたいのです。親鸞におきてはただ念仏して弥陀に助けられ参らすべしと良き人の仰せを被りて信ずるほかに別の司祭なきなりとの語を聞いた私どもの心中には、必ずこの疑問が起こってくるに違いない。そこで上人は私どものこの疑問に答えるがために、この一段に明白に上人が念仏に対して言うせられる知識をありていに漂白せられたのである。2、念仏に身も命も任すというのである。その念仏にお任しなさる理由はと問えば、上人は答えて言われます。念仏はまことに法然上人の言葉のように浄土に参る種であるか、それとも地獄へ落ちる種か、親鸞が知識の上では到底わからぬ、理性の上では到底分別することができぬと。この一段は最も明白に親鸞上人が愚徳主義無知主義を発表せられた言葉であって、念仏より他に珍しいことや奥深い疑問が知りたくば奈良や比叡山の学者方に聞くがよいと言われた言葉と称をして仰せられたのである。この一語は実に私どものような小分別小択形を持って如来を解剖しにかかっている者のためには霹靂一声である。また自分の知識に到底見込みがないと気のついた者のためには寒天の寒露符である。法然上人は言われました。もし知恵を持って生死を離るべくば、元空なんぞ小道門を捨てて浄土門に赴くべき。まさに知るべし、小道門の修行は知恵を極めて諸墓地を離れ、浄土門の修行は愚痴に帰りて極楽に埋まる。
和語登録。我はこれ、烏帽子も着ざる男なり。重悪の法然坊が念仏して、往生せんと言いて至るなり。また愚痴の法然坊が念仏して往生せんと言うなり。阿波之助という一門普通の恩用師が申す念仏と、元空が念仏と全く変わり目なし。和語登録。3、わずか6字の名号ではないか。しかもこれを口に唱えるばかりで人生の苦悶が救われるとはどうしても信じられぬというのはあながち無理とは言わぬ。常識から言えば最もの次第である。自分が乗るべき船の性質も知らないで乗るということはないではないかと言わば、それもそうである。この無理でなさそうな常識の要求でもって私どもは今日まで迷うてきたのである。考えてごらんなさい。私どもが有限の知識を持って下託し得られる天地なら、それは有限である。私どもが有限の天地で満足ができるくらいなら、宗教も信仰も入りようではない。私どもが一生懸命に信仰を求めるのは何のためであるか。私どもは時によると出立点を忘れて論点を妙な方向へ向けていることがあるから、常に出立点を忘れるようにせねばならぬ。私どもが信仰を求める出立点は何であるか、自分の知識才能ではとても苦悶が去られないから、自分以上のあるものに頼りどころを求めるのではないか。現世の妻子財産ではとても煩悩を平らぐることができないから、現世以上のあるところにすがりどころを求めるのではないか。その希望に応じて全知識すなわち信仰ある方が、我は念仏によって救われている。何時また救われんとならば、我と共に念仏せよと教えてくれるのであるから、これに対して我々は小言を言うべきでない。ただ念仏そのものに自己以上の力、現世以上の光、有限を耐えたる大能力を認めて、これに信頼するより他ないのである。かにかくに物は思わず朝露の我が身一つは君がまにまに。柿の元のひとまろ。この歌が最もよく親鸞聖人の信仰を言い表しているようである。念仏は浄土の種か、また地獄の業か、かにかくに物を思わず、そんなことは学者の仕事である。私どもはただ教えのままに念仏が救いの道である、極楽往生の道路であると信じて唱えさえすればよいのである。4、浄土に往生すというも、地獄に堕落すというも、共に未来に属することである。1時間先のことが分からぬような時間を持って、どうしてそんなことが明らかになろうや。私どもが因果の関係よりして、明日はこんなことがあるだろう、何はかように変化するだろうと予知することがないでもない。ところがその予知が当たることもあり、当たらぬこともある。世間のことは到底一筋縄では引かれぬのである。自分一個人で決めた因果の法則は時々外れることがある。かような知識を持って念仏が極楽の種だというのが分からぬなどと苦情を言うのは愚かなことである。私どもは念仏が極楽の元だということを経験せねば分からぬのである。ところが私どもではその経験はまだしてない。だからしてその経験をした方が明白に念仏は極楽の元なりと教えてくれたら、こちらの方ではわけなしに無知と念仏すればよいではないか。かくてこそ自分にも念仏が極楽往生の元であるということも分かってこようというものである。ある人が実験の上で水は酸素と水素の化合物であるというのを聞いて、そんなことがあろうか、水は液体である、酸素や水素は気体である、気体が化合して液体となるとは受け取れぬと疑うているより、まずその先進者の経験になろうて試験してみて、初めてその間違いないことを知ればよいではないか。かくてこそ新知識が得られるのである。今もそのごとく念仏が極楽に至る道路であると教えてくれたら、まずその通りやってみるがよいではないか。
念仏がまことに地獄の道か極楽の道か自分で諦めて後でなければ信じられぬという人は、田舎から東京へ来る道を実験しなければ家が出られぬと言うている人と同じではないか。東京へ来る道を実験しなければ家を出られないとすれば、この人は一生家を出ない人である。東京へ来られない人である。念仏が浄土の道路であると実験せねば信ぜず唱えないという人は、永久に三界の家宅を出られない人である。極楽に行くことのできない人である。故に私どもが三界の家宅なることを知り浄土へ行こうと思うたなら、ぜひとも先覚者の教訓を信じて念仏するよりほかない。これは東京へ行く道としてあったらその道を行くがよい。念仏は浄土の道路と聞いたら念仏するがよい。この人はついに浄土に行き着くに決まっている。五、世の人が信仰の対象が分かるの分からぬのと言うているのに、親鸞聖人は大鉄槌を下して、自分は信仰の対象たる念仏の結果については何らの知識をも有せぬ、念仏はまことに浄土に生まれる種か地獄に落ちる業か少しも知るところではないと言い切られたるは、なんと偉大なる宣言ではないか。自己の知識や理性に死の宣言を与えて、他力の信仰に絶対の生命を認めたるにあらずんば、かかる思い切ったる断言はできないのである。現代の宗教家などが宗教は科学的であるの、仏教は哲学的であるのと言うて、理屈や道理で信仰の対象を説明しようとして苦しんでいるのは、未だ自己の内心において信仰に絶対の価値を認めないからではなかろうか。私はかかる人を見、また自分にもそんな傾向を認めるときに、いつも歎異抄を取り出して親鸞聖人のこの宣言を静かに拝読するのである。念仏は浄土の種か地獄の種か総じて存じせぬ、なんと広大な得印ではないか。私どもはこの得印に接してなお信仰の対象についてかれこれ小言を言うようでは、到底永久信仰の醍醐味を証願することができません。故に私が親鸞聖人の後を追うて信仰に絶対の光明を認め、わけなく小言なく採用奉仕の何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼるるの歌のように念仏の上に救済の如来を信ずるを得たのは、ひとえに歎異抄のこの一段の教訓に基づくのであります。六、盲信とそしらばそしれ、迷信と笑わば笑え。私は宗教の上において自己の理性の盲点を信じ、念仏に絶対の力を信じて未来に光明を望み、現象に安易を得ることは何たる喜ばしいことであろう。これにつけても親鸞聖人がおめず臆せず、念仏が浄土の種か地獄の種か知らぬけれど、これに全生命を託すると宣言をせられたのに感謝せねばなりませぬ。カントが純粋理性批判を書いて一生懸命に論じた認識論上の疑問は、親鸞聖人のこの一言で漂白し尽くされてあるではないか。絶対は認識しうべきものではない、如来は分別しうべきものではない、信仰は絶対に到達する唯一の道程である。この一言すなわち念仏は浄土の種か地獄の種か知らぬという宣言があって、初めて新人異本の衝動者としての親鸞聖人の価値がそうそう一層高められるように思われるではありませぬか。明治37年5月号。第6稿、地獄一条の神秘。たとえ法然上人に透かされ参らせて念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候。そのゆえは自由の行を励みて仏になるべかりける身が、念仏を申して地獄にも落ちて候あばこそ、透かされ奉祭りとという後悔も候らわめ、いずれの行も及びがたき身なれば、とても地獄は一条を住み数おかし。一、親鸞聖人に対して、あなたはなぜに念仏によりて救われると信じなさるかと問うたら、
何というて別の道理理屈はない。御師匠法然上人が念仏で浄土へ往生できると教えられるから、それをお真受けにして信じて安心するほかはないとのお答えであった。それなればあなたは法然上人の仰せの通り信じて、もしそのことが嘘であったらどうなさいますと尋ねると、いや、世は法然上人を信じている、少年上人に騙されて念仏して地獄に行っても構わない、決して後悔はないとの親鸞上人のお答えが、すなわちここのたとえ法然上人に透かされ参らせて念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからずそろとある一文の意である。2、親鸞上人はすでに念仏に絶対の力を認め、これに身も心も打ち任せて安住したもうた。どうしてまあそんなに固い信仰が得られたかといえば、自分で考えたのでもなかった、自分で徳を積んで得たのでもなかった。これに反して自分は何にも知らぬもの、分からぬものであるとの立脚地に立ち、自分を空にして法然上人の教訓に絶対の価値を認め、法然上人の教訓が真であろうか義であろうか、そんなことを研究している暇がない、いな、暇があってもそんなことを研究する力量はない、故にただ無知と信ずるのみであるというのであった。3、法然上人に騙されても構わないとは、親鸞上人の信仰の堅固なことを表してあまりある言葉である。親鸞上人の意見では、法然上人と一緒ならたとえ地獄に行ってもよい、いかなる奈落の底に落ちても念仏だにあらば我は垂れりである、我すでに念仏を信じ、念仏を自分のものと監督したり、この念仏が我にある以上は世の中の辛苦もしのぎやすいのである、世の中の観難を物の数とも思わぬのである。この念仏だにあらば未来いかなる南極に処してもびくともせぬ、東尋よ来たれ、獣眼よ来たれ、殺戮も来たれ、貧苦も来たれ、死も来たれ、地獄も来たれ、たとえいかなる境遇に当たるも法然上人と一緒に当たるのである。またこれらの加害に応ずる力の念仏を自分に有するのである。何の恐るるところがあろう、これが親鸞上人の座りであった。4、近似の青年が法を求むるの態度を見るに、多くは親鸞上人が法然上人の教訓を信じられたように、明白に信仰を売る人が少ないようである。これはどういうわけであるか、よくよく案じみれば、求むる者にも親鸞上人のような熱心がなく、押し売る者にも法然上人のような座りがないから、しかと信仰の門に入る人が少ないのではあるまいか。今の青年に法を求むる者がないではない、死の門を叩く人もないではない。しかし彼らの多くのうちには、親鸞上人が法然上人を尋ねられたように、この人ならでは我に信念の道を押し売る人がないという信用を持って、法の死の門を叩く人が果たして何人あろうか。誰それは評判のある人であると聞けば、直ちにその門を叩く、その死の門を叩きて法を求むるは関心なれども、その求むる態度に欠けたるところがないであろうか。彼らのうちには観光場で品物を吟味選択するように主事の人物に会うて、その人々より珍しき談話にても聞こうというような人がないでもない。かくて帽子はかく申された、帽子はかく論ぜられた、帽子はかく教えられたというように、たくさんの人の説を記憶はしているが、さて自得の安心はいかがという段になると、結局うとうとしいという人が少なくはない。どんなことを言うか聞いてみようかというような態度で法を聞いても、なかなか信仰の門に入られるものではない。かような人は死に会うことますます多くして、信仰に遠ざかることますます多くなるに違いない。
もしそれ一日も早く信仰の門に入ろうと思うならば、この種の比較研究的態度を改めねばならぬ。全体宗教上の道程は満ちたる精神を持って進まねばならぬ。いささかも余裕があってはならぬ。たとえ大千世界にみてらん日をも過ぎゆきて、仏の皆を聞く人は長く不退にかなうなり。和さん。五。何がしは随分名高い人だが、どんな説を吐くか知らんというような態度で仏法を聞いてもダメである。故にこの人の言うことならと全身を打ちまかし、全身を傾けて聴聞するでなければ仏法の真にいることはできぬ。六。押しうる人もそうである。自分の信仰の実験は言わないで、学問の問屋風に、華厳ではこうだ、法華ではこうだ、禅ではこう、念仏ではこうというふうに並べてみせる人もあるようであるが、これは比較研究的に法を求む者のためには便利ではあろうが、真摯に法を求む者にとりては物足らぬ心地がせられるのである。現今の構想と称せられる人の中にはこの種の人が少なくない。七。私は法を求めて多年の間、自分の余裕ある求め方と押しうる人の観光場的なのとにて信仰の門にいることができなかった。これについても法然上人に対する親鸞上人が全身を傾け、法然上人の上に絶対を認めて真にいられしこと、また親鸞上人に対して法然上人が飾るところもなく自己信念の実験を直悪せられたことは、信仰道程に進みつつある私のためには大いなる指導である。八。医師の診察を受けるも、医師を信じなければいくら薬を飲んでも病気が併有しがたい。また医師の方でもいくら薬の講釈をやっていても、自分が信じられていない時には到底病人を治することが難しいと思わなければならぬ。信仰上のこともこれと同じで、自分の信じ得られる人ならばその人の教訓を丸呑みに信ずるがよい。その代わり理由を聞かねばその人の言うことが信じられぬというような薄い信用の人からいくら聞いてもダメである。宗教上の信仰はどこまでも独断でなければならぬ、絶対でなければならぬ。9。親鸞上人は当時の多くの学者の中に一人も教えを受けるに足る人がないと見限られたのであった。それで六角堂の観音様への百夜の参籠の目的は、絶対を認めうる唯一の死を求められるより他はなかったのである。かくて大霊の授けたまいたる唯一の死、法然上人に献残したる親鸞上人は、すでに法然上人の上に絶対を認め、その教訓の上に絶対を認めて、念仏は何故に浄土の強引であるとの理由を問うの暇なく、ただ無図と丸のみにその教訓を信じ、かくて念仏の上に唯一絶対の救済を認められたのであった。10。すでに法然上人の法語、念仏、救済、如来というように信じられたものであるからして、法然上人と一緒ならどんなところへ行くもよい。法然上人と一緒が念仏と一緒なのである。念仏と一緒なのが救済を離れるのである。救済を離れず如来と一緒ならどこへ行くもよい。この決心が言語に現れたのが、たとえ法然上人に透かされ参らせて、念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候という漂白である。11。釈尊のご在世の時、人が仏を信ずるにはまず往診の仏を信じ、往診仏によりて発心仏を信じ、発心仏の信仰より法人仏を信ずるに至ったようである。我が親鸞上人はまず僧帽の上に絶対を認めて帰し、次に法帽に絶対を認めて信じ、僧帽二方を通して仏法を信じ、念仏の一門に到達せられたものである。12。三宝の中では
法王と仏法とは先制力のようなもので、この先制力が世に活現したるところが僧帽となるのである。三心の中では発心と法心とは先制力で、この先制力が世に活現したところが王人となるのである。故に私どもが人の世にありて仏法を神前とするには、ぜひとも王人仏を通すか僧帽を通してこなければ、仏法二法または法法二心に到達することができないようである。親鸞聖人の当時、念仏往生の道を押し得る人は法然聖人一人ではなかった。しかし親鸞聖人は法然聖人に接して、ここに初めて念仏往生を信ずるに至らせられたのであった。故に私ども信仰を求むる者は漁師を求むることに熱中しなければならぬ。これについても私は故清沢先生を根性に得たることを大いなる幸福と信ずるものであります。13、理由なし、わけなしに騙されてよいという覚悟で、その死の後が信ぜられて初めて不動の信仰を得ることができるのである。理論は自分の知識とともに変化するけれども、独断はどうしても変化しない。知識は変化の徳があり、信仰は普遍の徳がある。故に信仰の家は独断の基礎の上に建てられなければならぬ。何事にも陸続きな私どもには、親鸞聖人が法然聖人の仰せを信ぜられる態度は良い手本であると思います。重視、何故にまたそんな具合に念仏に絶対の信を置くかというに、念仏そのものは地獄の業か極楽の業か知らねども、念仏以外のいずれの行為をもってしても到底仏地に到達することが難しい。いずれの方面を見ても仏地に行く道の閉塞したる自分に対して、法然聖人は念仏の一大道を開き、自分もここから行くから何時も共に来たらずやと仰せられるから、むずとこれに従うより他はないのである。15、自分は足腰の立たぬものだと思えよ。自分のいる家には現に火がついて身体を焼こうとしていると思えよ。そこへ人あって車を持ってきて、さあそこは危ないからこれへお乗りなさい、死の難のないところへ連れて行ってあげようと言われた時、私どもはこの人が騙しませぬか、車が危なくないかと漕ぎしている暇があるか、人が騙したにしたところ、車が危ないにしたところ、どうせ死ぬ命であってみれば損のいかの話である。もし乗らぬとすれば焼け死にのほかない。乗れば助かる道がないとも計られぬとすれば、どうなろうがままよ、人の進むる通りにその乗り物に乗るよりほかはない。この時私どもが乗り物に乗り込むのは、乗り物を研究して大丈夫だと思うからではなく、この乗り物に乗らなければ仕方がないから乗るのである。16、今もこのごとく極自分の悪人は他の方便なし、ただ弥陀を称すれば極楽にしょぼずるを得ん。知なく徳なく到底固くをいずる見込みのない者に念仏の大道を開き、本願の乗り物を差し付けられたら、この道はどこへ行くかの心配なく、この乗り物が危なかろうかとの暗示もなく、わけなしに進み、煩いなしに乗り込むよりほかない。されば親鸞聖人が念仏を申しんせられるのは、自分の理由よりではなくて、大砲の力しむるところ、やむを得ずしてである。そのゆえばとの前置きは、念仏を信ずる理由を漂白する前置きである。法然聖人に騙されてもよいというだけの信仰はどうしてできたとならば、自分で作ったのではなく、唯一の逃げ道に逃げ込んだのであるというのが、自由の行を励みて仏になるべかりける身が、念仏を申して地獄にも落ちて候あばこそ、すかされ奉りてという後悔も候あめ、いずれの行も及びがたき身なれば、とても地獄は一女も住みかぞかしとある漂白である。17、自分で進む力があると思えばこそ、ああのこうのと小言も出ようが、自分はどうすることのできぬ足腰立たぬものだと思えば、ただ一つの乗り物たる念仏に乗り込むより他はないのである。つまり私どもの方で念仏にはどんな理屈があるかとか、死後はどうだとか心に計らうのは、
つまりまだ宗教上の他力の信仰を要しないのである。念仏の一門は諸方面の閉塞したる愚者弱者がやむを得ずして進みいる門である。明治37年7月公第七項信仰の本源は弥陀の本願なり。弥陀の本願誠にわしまさば釈尊の説教虚言なるべからず仏説誠にわしまさば善どもの恩釈虚言したもうべからず善どもの恩釈誠ならば法然の仰せ空ごとならんや。法然の仰せ誠ならば親鸞が申す旨またもて虚しかるべからず候か。歎異抄公は朗読その5。